今シーズンを振り返ってどんなシーズンでしたか？まあ本当に楽なことばかりじゃなかったですし、その中でもチームは少しずつ成長していって、もう本当にたくましい集団になりましたし、そこに対してはみんなの頑張りだとか姿勢だとかが最後こういうタイトルっていう形で報われて、まあ、本当に良かったなとは思います。楽なことばかりじゃなかったとおっしゃったんですけど、それって具体的にどういう苦労がありましたか？もちろん連敗もありましたし、ずっといい時期だったかっていうとね、そうではなかったと思うんで、もう次が勝負っていうのは分かった上でもやっぱ勝てない難しさもありましたし、そこに対してチームがどうリアクションしていくかっていうのも、まあ、注意を払ってましたし、どう導いていこうかっていうところでは、まあ、キャプテンとしては当然考えることではあったので、まあ、その後本当ずっと勝ってきたし、まあ、引き分けもありましたけど、そこに対してみんなたくましくなりましたし、まあ、連敗だとか負けの経験っていうのは確実に生きたシーズンだったと思うので、悔しい思いもしながらそれを無駄にしなかったっていうところが大きかったんじゃないかなと思います。序盤こうなかなかこう上がりきらない時期があって、はい、後半に入って、まあ、安定しだしたっていうようなこのグラフになってるんですけれど、ここで何か、この序盤と後半とで、こう変わるようなきっかけみたいなものってあったと思いますか？ちょっとずつちょっとずつ毎試合毎練習何が良くて何がもっと上げていけるのかというのを本当に積み重ねてきての後半戦だと思うんで、そういった細かいところまで自分たちで追い求めて、みんなでできたので、まあ、その結果が、まあ、後半戦もそうですし1年通しての結果につながってるんじゃないかなと思います。まあ、最後大きなものをつかみ取れたっていうところでは、本当みんなの日々の姿勢が結果に表れたと思うし、みんなの、喜ぶ顔が見れて本当に、まあ、キャプテンとしては嬉しい気持ちでいっぱいです。